ジェド・タッカー・ウィードンは、アメリカ合衆国出身の脚本家、音楽家である。父のトム、弟のザック、兄のジョス、祖父のジョンも、同じく脚本家である。また2009年には、脚本家のモーリー・サタン・チャ・ロエンと結婚した。2005年から2008年までは、バンド、ザ・サウスランドで活動していた。2008年のミュージカル、ドクター・ホーリブル、エッシング、アロングブログでは、 兄弟のジョスとザック、当時婚約中であったモーリサと共同で脚本を務め、同作はエミー賞を獲得した。2009年にフェリシアデイと共に、彼女の楽曲、アバターを手掛ける。また、同曲のミュージックビデオも監督した。2009年から2010年まではジョスが手掛けた、ホックスのテレビシリーズ、ドールハウスで妻と共にスタッフライターを務めた。 また2010年には元ミュータントエネミー所属の脚本家のスティーブン・エスデナイト企画のスパルタカスに参加した。また私はラブリーガルの脚本も書いた。2012年の兄ジョス監督、脚本の映画アベンジャーズに妻のモーリサと共に参加した。2014年より ABC のエージェント・オブ・シールドで脚本、制作葬式を務めている。 ドクターホリブル、エッシング、アロングブロングにより、ストリーミー賞で2部門で受賞を果たした。ありがとうございます。